まあ、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、あんまり呼び出されたらちょっと偉いかもしれないけど、まあ、しばらく、まあ、忙しいと思うけど、ちょっと、まあ、深刻かなと思うんですけど、物損がやっぱりすごい多い。どう、自分たちでどう感じたのか。まあ、俺営業からしか見えてないもんで、分からんし、まあ、まあ、ある程度の物損はしょうがないなと思うんだけど、ちょっと最近目に余るっていう話をちょっと聞くんだよ。で、一つはさ、誰が悪いとか、まあ、うぬはもうちょっといいんだけど、対策すぎていかんなっていうレベルぐらい、すごいお金損しておきたい。で、ケンタロウに関してはこれ、ちょっとこれ一番動画にしたいけど、なんかお客に直ったの。え？なんかこう入り口がなんか、ちょっとシャッターがなんかね、足場、階段組んどって、お客さんがなんかハイエースでちょっと入れねえって言ったら、いや、あ、純烈氏は入れてるっしょ、みたいな話なんか居直って、大問題になったっつって。狭いですけど、切り返せばいけるかなと思ったんで、組んじゃいました。そんな感じでちゃんと喋ったのか、はい、いけるっしょみたいな感じで。いや、そんな感じで、きちっとちゃんと話をした。そこの物件でないガラスもあって、で、手すりかなんかがめちゃくちゃ傷ついたって言ってた。喋ってないの？どう聞きたい、話を聞きたい。はい、まあ、なんかちょこちょこ聞いてたの、物損がどうじゃこうじゃ、まあ、それ聞いた時にちょっと呼び出さなかったなと思って。どう、その手すりの件とか、それ連絡来てないの、営業から。薬の件は聞いてないですね。そのガラス割ったとかは僕に話聞いてるんですけど。変わりたくから来たんだよ、私。でもどんどんしとったんですよ。そこで受け渡ししようと、要は手すりで、なんかパイプみたいな感じで、そこにゴーンと置いて渡した。でもそんなことするかなと思ったんだけど。バルコニーの中に材料を貯めてはおったんですけど、手すりに乗ってるとかはないですね。自分手すりに物を買うんだろう。で、それも明らかに真偽の記事だ。見たいです。俺はもうリペアした後しか見てないんで、まあ、お客さんは見たら手すりをかけている時もあったっていう、うんうん、で、まあ、せめてなんかもう手すりをその手すりのようにドンって置いてたりとか、ドンっていうか、まあ、斜めに立てかけたりとか、立てかけたりか。ただまあその大谷ちゃんも見に行って、その時には結構まあ傷はいろいろ新しい傷は多かったっていう。私は責任者としても、誰かに語ることなら、うん、まあ、その竹に語ることなら、うん、あの、その辺のことなら、ちらっと竹に語ること、最近物損多いのあたりが多くて、うん、まあ、僕らもこういうロープストンっていうのを注意されると、うん、まあでもそれに他に関してはこんな今までなかったから。まあ受け渡しの時に手が滑ってこう当たっちゃったりすることはあるかもしれんけど、多分あからさまにドーンって置いたり、まあ物だからさ、斜めにするにしても多分みんな足場の上に置いてるし、立てかけてるって言ったら立てかけてる時もあるね、うん、ゼロではないと思う。じゃあやっぱすごい金額だね、結構毎月最近の最後の時は。そこで言わんかったらもう健太郎君が悪いと思うんですが、いや俺すごい感じたのは神奈川でもやっぱすっごいしっかりしてる。お前行ってやんか。ちょっとこの間近くで現場行ったので行って、うん、あの神奈川行ってさ、もう俺一番職人レベル高いなって俺自分で思ってるけど、まあ、神奈川のさ、手が写真撮っとんの。で俺もたまたま現場行ったら、これ態度悪とんやん。足ついたと思う。俺大丈夫かお前って悪とるぞ。いや、これ見てください。足場組む前から写真撮ってます。自分たちが金絶対引かれちゃうから、どれ徹底しとんだろ、そういうところ。若い子だよ、お前と変わらん子だよ。あ、しっかりしとんなーって思う、すごい思ったの。会見とか。ちょっと意見言うのは、足場に乗っとる。乗っとることですか？結構いろいろ出ちゃいますけど、そういう。っていうか、まあ、その物損で、やっぱり忙しくてしょうがない事故っていうか、はあるとは思うんですけど、ちょっと気をつけたら回避できるなっていう部分、まあ、本当に例えばそういうガラス割れたとか、不可抗力かもしれないですけど、まあ、例えば、まあ、ちょっと別件で床、コンクリートにガンって置いた跡が傷ついて、お客さんに言われて、謝りに行くのはやっぱこっちだし、もちろんその管理だからとか、であるとは思うんですけど、ただやっぱそのやった本人がやっぱり謝らないと結局同じこと繰り返すし、うん、っていうところはあるかなって。今なんかプランナーとかも今それは誰ないけど、管理がわざわざ清掃チェック行くの場所は知ってるんですよ。要するに清掃チェック行かんと不安でしょうがないみたいな。それどう下にある感じがする。どうなんですか。いや多分入っとる人間はやっぱ完璧だと思ったもんで出てとると思います。実際見ましょう。たまにそれこそ塗装屋さんなのか、うん、シーリング屋さんなのか分かんないですけど、マスキングテープのゴミとか、うん、がそういうのもまあ拾ってる、いや拾ってるし、うん、まあゴミというゴミは拾っとるもんで出るんですけど、うん、で実際に営業とかランナーとかの意見、ゴミは多いですっていう感じなのか。はい。
ゴミの件にしては、うん、件に関しては、うん、最後に俺らが回ってるから、じゃあ片付けてよって片付けてない気持ちがなかったのかもわからんけど、でもそのゴミが俺たちのゴミじゃないかもしれないから、うん、それはどうかわかんないじゃん。関係ないんだよ、だいぶ。うん、いやそうだよ。いやいや、じゃあね、プランナーが来て、いや僕らは営業が散らかしたゴミじゃないわけ、足場犯行だけど、それを今、うん、ゴミが多いですって言われて、俺たちはみんなゴミは拾ってるつもり、うん、忘れて、うんうん、1本2本紐が、うん、ああじゃあ1本2本忘れてましたよって、うん、そういう時はちょこちょこありますよって言うなら分かるけど、うんうん、ゴミが本当に多いですって言われたら、うん、俺ははい組み終わった、はい帰るってわけじゃないから、うん、でも多いから言ってんじゃない、だからそれが、うん、それはケンちゃんだけの物件じゃない、全部もいけないんじゃない、なんでその結局その、まあ、できてる人とできてない人がいることがまずそもそも問題であって、だから今ちょっとゲタロ君だったんであれなんですけど、今見せたのが今日俺掃除しに行ったんですよ、引き渡しで、うん、でぐるっと一周回っただけでもこんだけあるでしょ、紐が落ちてる、あれがそう言ってる、でこれまあ今調べたらまあ、でしょ、それ病気でそう言ってない、だからよくならないよ、うん、だから俺が格好つけて足場は守っとるのがいいんだけど、いや違う、なこれじゃそうだね、いや俺もイライラするもん、ね、黙ってんだけどこれ出てきたら俺も、まあ、水辺のさんから、別に俺も怒ったらんだよみたいな、うん、その中で別に誰が悪いとか言ってんじゃなくて、うん、やっぱじゃあ健太郎が問題だったらみんなの注意したら、いや俺は商人に言った、いや言わんで終わりでした、営業も俺言わんやつだから、俺こうやって集めたから、いい意味で話し合えばさ解決するわけじゃん、で俺は母性が悪いんだから、母性にいやいいと思う、何それ言わないよ、誰が悪いっていうか犯人探しするわけじゃないので、うん、ただ客は不満に思ってるわけでしょ、でそれを俺らは悪いって悪いっていう話をしてくる、ケンタロウが悪いわけじゃないと思う、まあ、まあもちろんケンタロウが覚えてからは覚えてたし、一生懸命経験の良さ少ないのやっと、ちょっともう言っちゃうんで、ああ、なんかまあ例えばその足場の例えば近いとか遠いとかも、まあ、忙しいもんでやっぱ早く組んで次の現場行きたいっていうのは分かるけど、ちょっとそこでじゃあどうしたら塗りやすいかとか、職人が足場の組み方、そうですそうです、とか、あとあの小牧の物件とかでもブランケットともこれぐらいのもう20センチもないぐらいの近さなんですよ、地上何メーターでもう5階建て6階建てぐらいの高さで、あもう離れがないんだ、そうです、タンクともう10センチぐらいの離れしかないもんで、もうこの強風吹いたら当たるでしょっていう、そういうところもやっぱちょっとした気遣いで防げることなんじゃないのかなって俺は見とって、うん、そういうとこはまあ損しとるかなと思うんですよね、強風で外れたって言うじゃないですか、うん、毎回みんなにもちょこちょこいろんな子には言うんですけど、うん、締め方が下手くそすぎます、多分それで抜けたんですよ、インパクトバシバシ締めます、いやいやインパクトで締め方次第では全然外れます、あそう、向きとかちゃんと加えれてないのにインパクトでアホみたいに締め込めやそれで締まっとるっていう勘違いをしとる子らも結構おるんで、あそういうか、なんで僕はその締め方を見た時にその子には指摘はするんですけど、ブランコの締め方一つもやっぱり教えていってあげないとやっぱりダメなんだなと思っては、僕はその都度はそれは指導はするんですけど、ケンさん結構教えてくれてるんですよ、うん、そういうところを僕は見てるんで、うん、ついてやれてないところってやっぱ自分らもやっぱ見てて初めて指摘できるんで、うん、ちょっとその気をつけなかった、それが原因とはまあ分からんけど、みんなのレベルもあると思うんだけど、これはもう来年のテーマ、塗装職人もやっぱもっとめちゃくちゃ厳しくしていくっていうのを思ってるから、やめてくださいよ、できないじゃないけど職人さんもね、やっぱレベル上げてからか限界来てるから、ね、営業の作業効率上げるっていうのもそうだし、ちょっと格付け上げてからかって思っとる営業にもすごいやってるから、その場合も営業の限界は限界だと思う、25件とか見積もりして、ね、プランナーも10件20件管理して、それっていい職人が集まれば、その職人もそうだ、クソみたいな職人もおるんで、そういうのを、まあ、一つ一つやっていかなかったという中で足場のレベルとかも絶対的に上げていかなかった、決して別にしっかりやってる仕事なんていいメンバー集まってるけど、営業の職人もレベル上がってお互いに配慮を設けて、あの一つあもう俺営業も関係ない、俺が思ってることはコメント欄で叩かれるかもしれない、やっぱ自分一生懸命磨いてさ、綺麗な仕事をね、この値段でやってくれる人を大切にしていくわけじゃん。だから足場っていうのも塗り替え道場の仕事だけじゃないじゃん。で、最近よく言うのはなんか、解体はもう無理だとか、やっぱり自社はちょっとないがしろにしとんの。なんか翔がなんか、気分で手裏をこうとか、堀川翔君っていう人が、そんな人おるのかな、うち。いいです。どう？でも そこがさ、なんかさ、俺は思ったの。それ対外にもそう。みんながここより今ここかもしれない、まあ、下見は切れない、上見ても切れないんだもん、もっとすげえやついくらでもいると思う、
だからやっぱ上げててやんさ、あそこの足場やってすげえな、あの乗り換え道場ってあの YouTube やってるやつで動画綺麗にしてるやん、乗り換え道場からみんな上げてくださいよ。でも今の状態じゃ上げれないじゃん、嘘めっちゃ多いし。だけどその嘘は俺は足場だけじゃないと思うんだ、あれ見てて。だけど黙ってたらもう足場なの、実際に会社の金がなくなってるのは確かだからさ。でこれお金だけじゃない、お客さんの信用っていうのももっと強いでしょ。嫌なことやっていかないと変わっていかないし、もうちょっと上げていきましょうって話してる。だからここに意見ある人、どっちも喋らんもんで、俺はこうやって喋っちゃう気づいたことがあったら、うん、その都度言わんと。そうそうそう、言ってからね、ずっとやらなきゃいけないよって話。他にどう、なんか意見は。だけどちょっとお前機嫌悪いけど、最後の一言。いや、でお前そんな動画的な絵的なやつ狙ってくなよ。お前ちょっと悲壮感出してちょっとポイントあげようとしてる。それなんかちゃんと反省して、うん、できるところはもちろんやってるし、うん、焦って要求してるわけでもないですし、うん、気をつけてはいるけど。でそのね、タケが物損多いのめっちゃけ、俺はまあチラッとそういうの聞いたんだけど、でこれ動画撮りに行ったんだけど、まあ今のところ組んでる最中の事故が多いってことか、どっちかというと。そうですね。組み方が悪い方なのかそのまあ作業中に事故が多いのか、どっちの物損多い、作業中、作業中の方が、あの隣の家とかに隣接している柱だったり、まあ、足場材があれば、うん、防護管、まあ、竹千代を巻くようにしておる。おやっとんだ。そういうのは気をつけとんだ。物損多いって言われとるからなおさら、うん、意識してやっとるのもある、うん、ピピって紐絞るから、うんうん、まあ、ちょっと、うん、そこやな、まあ、分かんないし、まあ、別に営業が悪いとか職人が悪いっていう話ではないと思うけどさ、それはたまたま続いてるだけかもしれないし、別に責めるつもりもない。でも何もあるんじゃない、ちょっとしたことやな、本当に。もう今喋らんでわからん、お前ら営業と足はの意見交換みたいな、俺の意見言いたいじゃないあのお前でやれるかっていうさ、確かにバタつく時だと思うが、指示もね飛びづらいし、だからまあそこはまあちょっと引き締めて、まあ、やっていけどな。お前ら長いもんやってるやばいよ、やってくれない、俺らの色々ケンちゃんぐらいだろ。それは逆これもう俺の中でほぼ決まってるから、それ足場なんだけじゃない、元その職人もやっぱ、ね、しっかり強化して、うん、まずその職人も足場もじゃ誰が物損したのかはっきりして、それで給料勝負で罰金させるのも嫌だからさ、とりあえずな。だけど誰が物損が多いのか、竹が多いのか、健太郎が多いのか、お客さんも学んでくる、そうじゃん、まあ、本当に健太郎がねさっき言ったのかもしれないけど、お客はでもお前のこと大嫌いってことは確からしいで、うん、そうやってまあ分からんじゃん、お前が悪くないかもしれんじゃん、たまたま客が鬱陶しかったないかもしれんじゃん、だからそんなこと分からないし、でも数字ってちゃんと出るもんだからさ、まあ、そこはちょっとやろうと思ってます、来年ね。そうやってその職人も防水も全部評価悪いやつは切れよ、まあいい、このままでいいですか、ケンちゃん。カップされて言わない客室どうぞ、ケンちゃん、いいですか、じゃあ他になんか意見ある人。まあやっぱり、まあ、連絡と写真撮ることと呼び合うかなって今の思ってます。そう思う、まあ、連絡コミュニケーションだろうね、営業はね。よし、遅くまでありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。